悪霊譚。どうも、カイタです。今回ですね、この悪霊譚もね、見るからにこう、怖そうなゲームやっていきたいと思います。なんかすごい評価高かったんですよね。で、ルートがワンエンドっていうことだったので、はい、まあ、一周でなんとか終わらせられるかなっていうことで、はい、今回このゲーム選んでみました。じゃあ早速、スタートー。あー、もう雰囲気好き。ねえ、私綺麗？お、口先女かなんかかな？小学校からの帰り道、少女は背後からそんな風に声をかけられた。振り向いてみれば、そこにはマスクをした長身の女性が立っている。その夜のように暗い目は、まっすぐにこちらを見つめたまま、食いつけにされたように動かない。ねえ、私綺麗？これはな、なんて答えるのが正解だっけ？綺麗って言ったらこれでも？って言ってくるだろうし、ブサイクって言ったら襲ってくるんだっけ。べっこ飴か、そこそこっていう風になんかちょっと濁すんだっけ。べっこ飴ってのがあれですよね、口先女が好きな食べ物。機械的なほどに先ほどと全く同じくくぐもった声がマスクの奥から発される。あー、言っちゃった。綺麗だと思います。少女は怯えながらも答えた。きっと無視したり否定したりしたら怒らせてしまうと思ったから。だが、そう、これでも？女はおもむろにマスクに手をかけ、ゆっくりと外した。その下の顔は、おー、口が耳まで真っ赤に裂けた、世にも恐ろしい形相だった。口裂け女は当たったけど、目はどうした？包帯に釘だぞ、これ。どうした？俺がしてんのと違う。以上が巷にルフしている口裂け女の怪談だ。あ、はいはいはい、怪談話を今先生かな、アシア先生って方なのかな、貸してくれましたね。口裂け女の怪談が生まれたのは高度経済成長期の終わった1979年のことだとされる。これは近代化した社会でも怪談が生まれることの証だと言えるだろう。なんかね、塾から早く帰らせるためにある親が流したとか、こういろんな噂ありますよね。髭を蓄えた初老の先生、アシア教授が抗議する声が教室に響く。はい、ちょっとお待ちください。はい、すいません。それを聞きながら、私は口裂け女の姿を脳裏に思い描いていた。子供を頭から食べてしまうほど大きな口。逃げても音速並みのスピードで追いかけてくるほどの脚力。だけど、べっこ飴やポマードが弱点。ああ、懐かしい懐かしい。あったあった。僕ですね、地獄先生ヌーベっていう作品が好きで、口裂け女出てきましたね。こんなスピードあったっけ？なんかジェットババアの方がなんか思い浮かぶんだけど。空想だな、こんなの。えいみ？左右の席に誰も座ってないのをいいことに、ぼそりとつぶやく。だけど、篠村くん、篠村えいみくん、男性？女性？え？あ、はい。アシア教授に名前呼ばれて、私は思わず上ずった声を上げてしまう。まさかと思うけど、さっきの独り言聞こえて、だったらまずいけど聞こえてるんじゃない？おい、君は確か現代の都市伝説に関する論文を上げている途中だったな。あ、書いている途中だったね。ならば口裂け女と古い妖怪話との間の類似性を挙げられるかな。元ネタがあるんじゃないかってことか。類似性だから似たよった箇所ですよね。あ、なんだ、ただの質問か。私はアシア教授の民族学ゼミに所属しているので、講義中にはよくこうして指名される。このゼミいいな。いいな、羨ましい。いつものことだ。それに、その程度のレベルだったら簡単だ。口裂け女の怪談は、山々の昔話との類似点をしてきて、きると思います。子供を食べ、猛スピードで獲物を追いかける。ヤマンバ？へぇ。まあ確かにね。ヤマンバって鬼じゃなかったっけ？また、べっこ飴を持っていれば助かる、ポマードを3回唱えれば助かるといった要素、ヤマンバが登場する民話、3枚のお札など、呪術闘争譚と共通するものがあるでしょう。やばい、なんか専門的な。いやはや、完璧な回答だ。ありがとう、篠村くん。そういうジャンル分けされるんだ。全くその通り、口裂け女の舞台は近代の日本だが、イメージの原点には、ヤマンバなどの古い怪異があると考えられる。面白い。言い換えれば、口裂け女とは古来からの妖怪と現代社会の問題が結びついて生まれた存在と言える。次はその点を詳しく見ていこう。はいはいはい。
どうで生まれたのかみたいな感じですかね。芦屋教授は口先女の噂が生まれたルーツを一つ一つ民族学的な見地から明らかにしていく。その態度は全くもって学術的で、神秘的なオカルトも謎のベールを剥がされていくかのようだった。そうだ、怪異なんてない、妖怪なんてない、幽霊なんてない。この世にある物事は全て科学で説明できる現実だけだ。リアリストですね。僕はいた方が楽かなと思いますけどね。なんかわけわかんないねこととかが起きた時にね、あの歌じゃないけど、妖怪のせいなんだ、お化けのせいなんだって思えば、一歩前には進みやすいかなっていう。だからこそ私は民族学を学ぶことを選んだのだった。大場面変わって、わあ、綺麗だな。講義が終わり、廊下へと出る。スマートフォンで大学のサイトにアクセスし、次の文化人類学の講義を確認すると、休講の表示が出ていた。あら、お休み。となると、もう今日は講義はない。早く家に帰って論文の続きでも書こうか。大学行ったことないからわかんねえな。篠村くん、そう思っていた矢先、早くから声をかけられる。振り返りは、そこに芦屋教授が立っていた。近っ。先ほどはありがとう。いやー、篠村くんがいると講義が進みやすくて助かるよ。いい先生。それはどうも。ですが、あんまり私ばっかり当たられても困りますよ。あは、集中狙いされるとね。え、そんなに篠村くんばかり当てていたかな。はい、これで連続5回目です。だいぶ当ててんね。いや、でもそれだけ信頼関係があるってことなんだろうね。私だって答えられないこともあるかもしれないんですから、たまには別の人にしてください。そうだったか。いや、すまないね。篠村くんは勉強熱心だから、ついつい指名してしまうんだ。いいじゃん、評価高いよ。ところで、論文の方はうまくいってるかい？確かテーマは、七足の現代怪談だったか。七足舞台なのかな？はい、今のところは。私は今、民族学に関するゼミ論文を書いている最中だ。ゼミ論文といっても、大学が発行する冊子に載る予定のものだから気が抜けない。あら、冊子に載るの？なかなかじゃん。そのため、この七夜市で今流れている、やっぱ七夜っていうところがこう主人公たちがいる場所なんですね。で、怪談や都市伝説について、ここ数ヶ月の間、調査を続けていたのだった。ただ、前にも相談した通り、やはり資料を調べるだけでは限界があって、もうそうだろうね。実際に怪談を知っている人物を取材したいんですが、なかなか見つからないんです。で、そうやってね、実際にこの怪談の被害に遭いましたっていう人の、話が聞けるのは一番いいことじゃないですかね。ふむ、確かに民族学学の基本はフィールドワークだからね。語り部から生の怪談を聞きたいのは当然の欲求だろう。フィールドワークなんだ。はい、特に例の黒コートの男の怪談についてはほとんどネットの情報だけで、黒コートの男、これは知らない。それはネットに流れている都市伝説の一種だ。ほい。最近、七夜市では黒コートに身を包んだ男の目撃談が相次いでいる。黒コートの男は、七夜市内に幽霊が出ると噂の場所、つまり心霊スポットによく出没するんだという。そして、黒コートの男の現れる場所ではよく行方不明事件が起きている。おっと？神隠し警戒？一説によると、やっぱり、黒コートの男が神隠しを起こしている悪霊なのではないかとも囁かれている。神隠しはね、ドラえもん日本誕生ですごい怖くこう説明されてますので、皆さん一度見てみてください。こんな謎めいた噂がここ数ヶ月の間にネットで急増しているのだ。私が論文のテーマをこの七夜市に設定したのもこの噂を耳にしたからだ。なんかイントネーション変なの俺。私としてはぜひ実際に怪談の語り部に会って取材したいんですけど、なかなかうまくいかなくて。安心したまえ、そんなことだろうと思って知り合いに当たってみたんだ。芦屋教授は一枚のメモ用紙を私に差し出す。受け取ってよく見ると、メールアドレスや電話番号など、複数人の連絡先らしき文字列が書かれていた。これは？黒コートの男に会ったという証言者の連絡先だよ。私のゼミ生の論文に協力してほしいと言ったら、喜んで承諾してくれたよ。いいんですか？もちろん、学生に協力するのは教授の務めだろう。いい人、いやー、こういう先生に会いたかったね。それに私も最近は年で、もっぱら文献専門になってしまったんでね。せめて若い学との実地調査くらいは協力してやりたいんだ。うわ、いい人。だから、ぜひいい論文を書いてくれよ。ありがとうございます。助かりました。
誇張抜きでこれは値千金の情報だ。実際に階段の語り部から話を聞くことができれば、論文の完成度は飛躍的に上がることだろう。こうしちゃいられない。早くこのメモの人たちと連絡を取って階段のスケジュールをすり合わせないと。じゃあ私はこれで論文楽しみにしておいてくださいね。あーちょっと待った。最後に一つだけ質問しても構わないかな。 BGM が止まった。何？何ですか？君は黒コートの男、本当に実在すると思うかね。おっと、なんでこんな質問するんだ。教授は信じてる側、まあ眉唾の話もあるだろうなぐらいの中からわざわざこうやって質問してくる。まさか。彼の問いに私は即答する。そう、そんなこと聞くまでもない。噂はただの噂に過ぎないのだから。お化けなんているわけがないじゃないですか。進行は堅くなにお化けの存在を。おっと、いいね、ちょっとゾワッとくるね。ぐそ、怖いよ。大丈夫よエミちゃん、ほら怖いものなんて何もいないよ。だっているもん、そこに暗いところにお化けが。お化け見える側じゃんエミちゃん。ん？そこって、ほらそこだよ。お母さん見えないの？タイトルのやつだ。ん？体の上にかかっていた布団を跳ね飛ばし上体を起こす。夢？息荒く心臓は激しく脈打っている。全身に汗をかいていてシャツが肌にへばりついてくるのが気持ち悪い。大丈夫、落ち着け。私、自分に言い聞かせながら深呼吸を繰り返す。いつもの子供の頃の夢だ。現実じゃない。だから怯える必要なんてない。悪夢を定期的に見ちゃってるんだ。しんどいなそれ。そうしているうちに息も鼓動も少しずつ収まってきた。はい、すいません。悪夢から覚めればそこには穏やかな朝の光景が広がっているばかりだ。すると枕元でスマートフォンの誘導音が響き始める。誘導音でいいのかな。アラームの音じゃない、スケジュール管理アプリの音。ああ階段のね。階段と階段ですね。手に取って画面を見ると取材予定日と表示されている。ああそうだ、今日は芦屋教授から紹介してもらった階段の語り部たちと会う約束になっていた。私は緊張で固まった体にムチ打ち、シャワールームへと向かった。ん？小さい頃、私はよく暗闇の中に奇妙なものを見ては泣くような子供だった。主人公かいこれ。夜中に動く影が人や物や、あるいは全く違う何かに見えて、いつもありもしないものに怯えてばかりいた。美人だな。今なら、それがきっと、幼児期特有の想像力の産物だったのだとわかる。あ、これがこう見えちゃうとかね。幽霊の正体見たり、枯れお花、古くから伝わる言葉が象徴するように、本当に人知の及ばないものなんてこの世にはないのだ。だからこそ私は、大学で民族学を専攻することにした。幽霊や怪異といった非科学的な存在に合理的で現実的な解釈を下すことで安心を得られるから。正午より少し前、語り部たちと会う予定のファミリーステート、少し早くたどり着いた。スマートフォンの時刻を見ると15分前。まあまあいい時間帯じゃないですかね。先にテーブルだけ確保して待っておくかなんて思っていたところ、あ、篠村さんですか？こっちです。先にいた。ファミレスの中から元気に私を呼ぶ声がする。あ、女子高生。はい。いや、美人だな。美人が多い街なのか、ここ。いいな、おい。見ると、こちらに手を振っている制服姿の女子高生がテーブル席に一人座っていた。いやね、僕の住んでるところ田舎なんでね、もう若い人がそもそもいないですね。もしかして、私より早く来てた？私は驚きながらもテーブル席へと近づいた。篠村恵美です。あなたは？花咲千恵です。今日は都市伝説の取材ということでよろしくお願いします。へえ。あ、これはご丁寧にどうも。すいません、お待たせして。いえ、気にしないでください。私が早く来すぎただけなので。いいですね、この女子高生ちゃんもね、あの待ち合わせ時間よりもね早めに来るっていうのはね、結構なかなか高ポイントですよ。何のポイント？しっかりしてる子だな。まずいな、これじゃどっちが大人かわからない。でも大学生と高校生だからね。うん、お姉さんって感じで全然。
とりあえず残りの二人が来るのを待つ間、私はコーヒーを注文することにした。あ、全員一気に話聞くんだ。そのコーヒーがテーブルにつくのとちょうど同じ頃、店の入り口の電子ベルが鳴った。見れば一人の男子高校生がキョロキョロっと店内を見回しながら入ってくるところだった。金髪で短髪、どことなくアウトロー的な雰囲気を振りまく彼は店員さんに、待ち合わせをしてるんだけど、と話をしている。やはり彼もそうだろうと、夢中でパフェを食べている知恵さんに代わり、今度は私が手を振った。次不良なの？それに気づいて、彼はすぐに私のテーブルへとやってきた。不良というか、まあ、普通にいいんじゃ、かっこいいくない？斉藤翔也、あんた、篠村さんで会ってる？はい、七谷大学民族学ゼミの篠村です。今日は来てくださってありがとうございます。どうも。ぶっきらぼうにそう言って、翔也くんは席に腰を下ろした。ぶっきらぼうだけど愛想ないわけじゃないな。ねえ、ちゃんとどう思うとか言えるってことはね。その態度が素なのか、それとも緊張しているのか。と、そこで私のスマートフォンのアラーム音が鳴り始める。そういえば集合予定の時刻に設定していたのだった。だけどまだ3人目が集まってない。店の外にいるのかと思って視線をやってみると、すいません遅れちゃって、もう可愛い子ばっか。おい、テーブルのそばに慌てふためいた様子でやってくる活発そうな少女が一人。全員高校生なんだ。相手、私篠村あかり。あなたが篠村さん？あ、はい。今日はどうも。いやー、ごめん、すっかり寝坊しちゃってさ、家から30分かけて走ってきたんだよ。あかる、走って。でもこの店、駅のすぐ近くなのに。あ、うん。実は最近電車に乗るのがトラウマになってさ。お、これは階段にかかってきそうですね。まあ、それもおいおい話すと思うよ。よろしくね。あかりさんは呼吸を整えながら席に腰を下ろした。何はともあれ、これで語り目の3人が集まってくれたわけだ。改めて、はじめまして、七谷大学民族学ゼミの篠村栄美です。今日は来ていただきありがとうございます。すでにメールでお話ししたと思いますが、私は七谷市の都市伝説について論文を書いています。特に黒コートの男という怪談について知りたいんです。あなたたちは黒コートの男に会ったことがあるということでいいんですね。あ、そっか。私が質問を投げかけると、三人は一様にうなずいた。貴重な三人の調査協力者。さて誰かの話を聞こうか。これは、まあ、会った順番でいきますか。最初、千恵ちゃん。願いの叶う神社。いい映像だな。私の話ですね。じゃあ何から話そうかな。あれは4月のこと。私は第一志望の高校の合格発表を見に行ったんです。ほいほい。正直偏差値もギリギリで、受かってるかどうかは半々といったところでした。そんな状態だったから、発表の時間まで私は不安で仕方ありませんでした。いや、不安だよね。はぁ、落ちてたらどうしよう。数学の最後の問題、思いっきり間違えちゃってたし。あ、ね、高校生ってあれだよね。なんかさ、受験の終わったらさ、なんかテレビでやってくれるよね。この問題の答えこうですよ、みたいな。僕たちの時に思いっきり答えのところに、教えてくれた人の手が被ってて、答え全然見えなくて、答え合わせできなかったっていう思い出があります。何の思い出で？かなちゃん？友達かな？ほら、メソメソしないの。知恵なら大丈夫だって。そうやって励ましてくれたのは、中学からの親友であるカナでした。彼女も私と同じ高校を受験していたのです。神隠しにあったりしないよね、この女の子。カナはクールなようだけど、いつも私のことを励ましてくれます。だから、一緒にいるといつも安心するのでした。そして、ようやく合格発表の紙が掲示板に貼り出されました。ああ、結構、あれ、早めに言ってたんだね。あ、あった。私の番号あったよ。カナは？うん、私も合格。これでまた3年間腐れ縁だね。いい友達だ。やったー、よかったー。ちょ、これ抱きつくな。はしゃぎすぎだってば。ねえ、クール。カナにいさめられても、私は嬉しくて仕方ありませんでした。また中学と同じように、カナと一緒に学校生活を送れる。そう思っただけで、心が弾んで仕方ないんです。でも、たった一つだけ、私の心の中には一抹の不安がありました。おい、神社。それはこの町にある一つの神社にまつわることでした。その神社はもう何の神様が祀られていたのかもわからないくらい古いものです。しかも
うっそうとした森の奥にあるので今ではほとんど参拝客もいないそうです。うんうん、よくあるね、寂れた神社っていうやつですよね。ですがそこにはある奇妙な言い伝えがありました。その神社でお参りをすれば一つだけ願いが叶う。ただし代償としてその人の一番大事なものを失う。ん？受かりますようにって願ってないよね、ちえちゃん。そんな不思議な噂がまことしやかに語り継がれていたんです。きっともうお分かりですよね。やっぱり、実は私受験の前にその神社にお参りをしてしまったんです。なんでお参り行ったの？どうかカナと一緒の高校に入れますようにって。え、でもカナちゃんとって言ってんだよね。もしかしたら私が合格したのは神社の神様が願いを叶えてくれたおかげかもしれない。だけど、だとしたら私は大切なものを失うことになる。それが怖くて仕方なかったんです。そして夜になるといつも例の神社の夢を見るようになりました。怖えな。願いは叶えた。さあ代償を捧げよ。喋ってくんの？夢の中で神社の境内に立っていて、私はそんな不気味な声が響くのをただ聞いていました。最初のうちは単なる夢だと思ってなるべく気にしないようにしていました。ですが、ちえちゃん、最近夜中にどこ行ってるの？ん？え？何のこと？ある日お母さんに奇妙なことを尋ねられたんです。もちろん心当たりはありません。夜中に階段を降りて玄関を開ける音が聞こえるんだけど、気のせいかしら、夢じゃないの？夢だよ多分。私夜中に外なんて出歩かないよ。いい子。永遠に思いながら朝食を食べ終え、私は玄関へと向かいました。ほっぽ。その時気づいたんです。私がいつも履いている靴に木の葉が一枚ついていました。やっぱり夢じゃないよ。ん？夢じゃないな。昨日学校から帰った時にはそんなものはありませんでした。つまり私が家に帰ってから今朝までの間にその葉っぱがついたということになります。うん、そういうことですよね。でもこんな歯がつくような場所に出かけた覚えなんて、うっそうとした。もしかして夢じゃない？毎日のように見ている神社の夢、あれが夢じゃなくて本当に私が夜な夜な無意識のうちに神社へと出かけているとしたら、そんな不気味な想像が頭にこびりついて離れませんでした。そしてその夜、気づけば私は廃神社の境内に立っていました。お、いつもの夢よりはるかに鮮明で、刺すような夜気の冷たさもはっきりと感じ取れました。いいえ、もう私は気づいていました。これは夢などではなく劣気とした現実であるということに。意識はあるのに手足はびくとも動きません。声を発することもできません。まるで全身を見えないと縛られているような感覚でした。金縛りってやつかな。さあお前の最も大事なものは何だ？お前の最も追われたくないものは何だ？これが読めないんですよね。奥から響き渡る不気味な声。その質問に私はカナの顔を思い浮かべていました。思い浮かべちゃダメじゃない？思い浮かべたら、バレない？世界で一番大切な親友、絶対に失いたくないもの。私にとって、それはカナでした。そうか。それがお前の大切なものか。バレてる。ならばそれをいただこう。え、人も取られていくの？うっす。え、私の手は意思と関係なく動き、気づけばスマートフォンを握っていました。意識ないのに。そして指が勝手にカナへと一通のメッセージを送ったのです。神社で待ってる、大切な話だから今すぐ来て。ここまで操られるの？呼び出すの怖っ。ダメ、来ちゃダメ。そう打とうとしたのに指一本すら思い通りになりません。どうか来ないで。こんな真夜中のメッセージなんて無視して。心の中で必死に祈っていましたが、親友は来るよ。メガネかけてない、かわいい。20分ほどしてカナは境内へとやってきました。学校の制服を着て、その肌は少し蒸気していました。きっと自転車で急いで駆けつけてくれたんでしょう。こんな深夜なのに私のことが心配で、すぐに制服に着替えて家を飛び出したに違いありません。なんで制服？それがわかるからこそ胸を締め付けられて仕方がありませんでした。知恵、どうしたの？こんな夜中に。来ないで。え？逃げて。何言ってるの？知恵が呼んだんじゃ、なんか変だよ。カナは逃げるどころか、ますます心配そうな表情でこちらへと歩み寄ってきます。ダメ。いやー。そして同時に私は右手に奇妙な硬い感触を覚えました。
なんか持ってる？なんとか眼球だけを動かして手元を見れば。うわー、バタフライナイフ。いつの間に持っていたのか、そこには一本のナイフがありました。それを見た瞬間、私の背中を寒気が上がっていきます。一番大事なものを捧げるというのは、つまり私がこの手で。ダメ、絶対にダメ、カナ逃げて。このままじゃ私カナを殺しちゃう。奪うっていうのは殺すってことなの？うん？なんか随分物騒な、また神様っていうか悪霊ですね。知恵？必死の思いは言葉になりません。そしてこちらの顔を覗き込まないと、私がナイフを振り上げました。そして、おっと、なんか展開違うぞ。その瞬間、私とカナとの間に謎のエネルギー弾が割り込みました。直後、目が開けていられないレベルの閃光が当たりを包みます。最初は何かが爆発したのかと錯覚しました。例えば偶然、隕石が絶好のタイミングで落下してきたのかと。まあ隕石はないだろうけど。ねえ、でもそれぐらい強い衝撃だったんだろうね。だけど、それにしては衝撃が全くありません。むしろ暖かい光に包まれているかのような心地よさすら感じられました。閃光手榴弾とかでもない。あれ体が。お、動く。同時にさっきまで操られていた手足が急に自分の意志で動かせるようになりました。そう、まるで私に取り付いた邪悪なものが光によって一掃されたかのように。黒コート。おっと、なんか展開を思ったのと違うぞ。ん？やれやれ、間一発だったな。よくやった花子。やっぱりビンゴだね。この廃神社が悪霊の巣だよ。声がしたので見れば、そこには黒いコートを着た男の人と女の子が立っていました。え、誰この人たち。あなたたちは一体。ブラック。俺は知らない霊能者、霊能者ブラック。呼びたければそう呼べ。私は花子、職業は式神、よろしくね。おっと、式神。え、黒コートの男、何、ヒーローものなのこれ。なんか想像してた話と全然違うんだけど、なんかタイトルのあの画面と全然違くてちょっと面白いんだけど。霊能者、式神。返答を聞いても何が何だか全く意味が分かりません。だけど疑問を発する暇もありませんでした。なぜなら、おいおい、無粋な真似をするじゃないか。せっかくの賞をぶち壊しにするなんて悪霊。神社の方から誰かの声が響いてきたんです。口調こそ違いましたが、それはさっきまで私の頭の中に響いていた声と同じものでした。はい、悪霊。待って、悪霊のデザインすこなんだが。待って、めっちゃかっこよくない？悪霊。え、かっこよ。え、なんかかっこよ。うわー、好きだわー。ごめん、語彙力ないぐらい好きだこれ。僕は人が自分の手で大切なものを壊す瞬間が大好きなんだ。その時の恐怖こそ最も美味。思考の時間を邪魔したつに、しっかりと償ってもらうよ。いやー、この狂ってる感じ好きだな。いや、いいわ、かっこいい。神社の前に現れた異様な風体の男、姿形こそ人間でしたが、一目で分かりました。これは生きた人間じゃないって。階段っぽくないぞ。罪を償うのはお前の方だ、悪霊。犠牲者の分まで地獄でせいぜい苦しむがいい。かっこいい。口だけは達者だね。では二度と喋れないようにしてあげよう。あの方から授かった我が霊力の前に滅びるがいい。あの方？何、さらに裏がいるの？え、何、まさかの悪霊、え、組織系？待って、なんかやばい。なんか鳥肌立ってる。すげえ、なんか面白い。想像してた話と全然違えぞ。よっ。刹那、悪霊が抱えた素敵から凄まじい稲妻が放たれました。おいおい、花子、二人を守れ。了解だよ、ブラック。守護結界展開。おっと、花子ちゃんと名乗った女の子が手で何かの印を結んだ途端、私とカナの周囲を光が包み込み、襲来する電撃から守ってくれました。すぐに気づきました。それは先ほど私は悪霊から救ってくれた光と同じものだということに。きっと悪しきエネルギーを払うバリアなのでしょう。そして私たちが守られている間、ブラックさんは臆することなく悪霊へと失踪していたんです。愚かだね。自分から消し済みになりに来るとは。うわ、いいな、このねえ、徐々にこう近寄ってくるのいいよ。桜がいい、四伝将来。うわー、かっこいい技め。先ほどまではわざと威力を抑えていたんでしょうか。
今度は数えきれない数の雷光がブラックさんへと降り注ぎました。そんなものが直撃すれば生身の人間では耐えられるはずがありません。そう、生身ならトランス、こんじ、やばい、こんじき、かっこよく読めない、こんじき、くつ、こんじき、くずのはきつね、な、え、式神系、うわ、え、え、お、お、いや、うん、あの時の驚きは今でも鮮明に覚えています。なんとブラックさんの体が一瞬にして異形の姿へと変わったんです。まるで特撮のヒーローみたいに、なんか悪霊を自分の体にくっつけてるみたいな。え？ダークヒーローものか？かっこいいぞ。え？なんだろう、ガローみたいな感じか？その姿を一言で表すなら金色をした人型の狐。その姿になったブラックさんはイカズチをものともせずに回避しながら悪霊へと突進しました。バカな、この男生きながらにして霊体になったらと。え、そんなことできん？聖者は聖者、死者は死者、お前の行くべきところに行くがいい。ちい、吠えるな、霊能者ごときが。うわうわうわ、戦ってる。え、かっこよ。うわ、BGM もいいな、おい。悪霊は次から次へと闇雲に雷撃を発射しますが、どれ一つとして直撃には至りません。ブラックさんはその腕に装備したブレードでイカズチを次々と投げ払っていきます。かっこよ。そしてそのまま距離を詰め、おお、来た。が、うわ、終わりだ。うわ、刃が胴体を貫いた直後、悪霊は絶叫しながら爆発飛散したんです。悪霊が完全に消え去った後、神社にはあれほどの激闘が嘘だったかのような静寂が満ちていました。やば。願いを叶えるという噂で犠牲者を呼び寄せ、恐怖を食らう悪趣味な悪霊だったな。ね、随分とこう性格悪いですね。まあ、悪霊なんて性格悪いか。性格のいい悪霊は悪霊じゃねえよな。助かってよかったね、お姉ちゃんたち。花子ちゃんは私に笑顔で話しかけました。何が何だかわからないけど、彼らが命を救ってくれたのは確かなようです。だけど私は素直に悪霊が滅んだことが喜べませんでした。でも私、この神社に願いを叶えてもらったのに。なんだ、そんなことか。それなら気に病む必要ない。気に病むっていいでしょ。あの程度の霊に人の願いを具現化する力などない。どんな願いを抱いたのか知らないが、それを叶えたのはお前自身の力だ。ブラック、かっこいいこと言うじゃん。私自身の力？そうだ、もう少し自分を信じてやるなら。こんないい友達を持っている自分自身のことを。かっこいいんだけど。知恵！その瞬間、カナが私の体を強く抱きしめるのを感じました。カナ？何が起きたのかマジで理解不能だけどさ。よかった。知恵が無事で本当によかった。いや、いい友達だよ。ありがとう。私は涙ぐみながらカナのことを抱きしめ返し、そのぬくもりを感じていました。その時になって、なんてバカなことを願ったのと、自分で自分がおかしく思いました。だってもしも私が不合格になって一緒の高校に通えなかったとしても、カナはそんなの関係なく、ずっと親友でいてくれたに決まっているんですから。そうだよ。違う高校になってもずっとずっと。おーっていうお話。私とカナがようやく泣き止んだ時、ブラックさんと花子ちゃんの姿はありませんでした。気を利かせて私とカナを二人きりにしてくれたのかもしれません。だけど助けてもらったお礼を言えなかったのが今でも心残りです。どうか黒コートを着た男の人と女の子を見つけたら私に教えてください。絶対ありがとうって伝えに行きますから。これで私の話は終わりです。おい、おー、これでちえちゃんが終わると。黒コートってさ、最初話聞いた時なんかね、あの神隠しを起こしてる系なのかなと思ったら逆っぽいですね。じゃあ順番通りということで、廃工場の怪人。さて俺か。そうだな、どこから話せばいいか。正直言って俺は怪談とか都市伝説とかに興味がなかった。うん、怖いわけじゃないぜ。ただ信じてなかっただけだ、そういうの。だから、黒コートの男の噂を知ったのも、つい最近のことだった。俺には一人オカルト好きな友達がいてな。
家が都内で小さい頃から知ってる。まあいわゆる幼馴染ってやつだ。幼馴染いいなおい。おばおごめん、幼馴染ってこういうこっちかこっちか、ごめん、幼馴染イコール女だと思ってる俺の浅さよ。ごめんな、ごめんな。ヒロシ、名前は野村ヒロシだけど昔から博士って呼ばれてる。っていうか実証してんな、オカルト博士って呼ばれたくてたまらないんだな。まあ一種のオタクだよ。でも幼馴染友達って言ってたのね。翔也くん、新しい都市伝説を仕入れてきたよ。黒コートの男って言うんだ。ある日博士はそんな風に聞き出してきた。その手にはタブレットを持っていて、画面には怪しい掲示板サイトが表示されていた。少々お待ちください。はい、水分補給しないとやってられねえ。黒コートの男？何なんだよそれは。町外れの廃工場で黒コートを着た怪しい男の幽霊が出るって噂なんだ。何でも昔刑務所から逃走した殺人犯がその工場に逃げ込んで自殺したらしいよ。へえ。せっかく逃げ出しても自殺する。いや、まあ、せっかくっていう言葉を使ってもあれだけど、クソだな。その殺人犯の亡霊が今も廃工場に出てきて人を襲うんだそうだ。何人か廃工場に肝試しに行ったんだけど、行方不明になった人もいるんだってさ。工場がじゃそういう場所なんだよ。だってさって言われてもな、ネットのしょうもないデマだろ。うん、行方不明者が出ているのは事実なんだ。それにデマかどうかは僕たちが調べるんだ。早速今日の放課後に行こうよ。この博士すげえな。おい、俺も含まれてんのかよ。当然だよ、翔也は僕の助手なんだからね。結構推しが強いね。やれやれ、翔也不良じゃねえぞ。全然全然いい男だぞ。まあ小さい頃から大体こんな感じで、俺はよく博士に付き合っていた。博士と一緒に心霊スポットの廃ビルやら廃神社やらに潜入して、迷子になって夜まで家に帰れず二人揃って怒られる、そんなことが日常茶飯事だったんだ。楽しそう。でもなんで博士くんじゃなくてこの翔也くんが話しに来たんだろう。博士くんの方がいっぱいしてそうだけどね。もちろん一度会って幽霊にも妖怪にも出会ったことがない、今回だってきっと同じようなオチだろう。そう思ってたんだ、実際に廃工場に行くまでは。ほい、ずいぶんでかい工場なの。博士、ここが？うん、間違いないよ。ここは黒コートの男が目撃された廃工場だ。人気のない古びた廃工場にはうっすらとサビの匂いが漂っていた。一見したところ変なところはないが、ここに立っているとなんだか全身の産毛が逆立つような嫌な感じがする。うん、ちょっとなんかあるんですね、雰囲気を感じてるんですかね。今から思えば本能的にまずい場所だって直感してたのかもな。だけど翔也どうかした？いや別に、ここから立ち去ろうとは言わなかった。別に単なる勘だけで何も根拠があるわけじゃない。それにビビってるなんて思われたくなかったんだ。いや幼馴染だったらね、別に言ってもいいと思うんだけどな。その時、おブラックですね。見つけたんだ、黒いコートを着た人影を。だけどどう見ても幽霊って感じじゃない。別に詳しいわけじゃないが、幽霊って言ったのは透けてたり足がなかったりするもんなんだろう。まあ一般的に多分そうでしょうね。その男は両足があったし、はっきりと姿が見えていた。しかも足音響かせてこちらの方へと歩いてきたんだよ。フードを目深にかぶっているせいでその目元は見えない。それでも射抜くような冷たい視線を感じたよ。ここへ何しに来た？何って、そういうあんたこそこんなところで何やってんだよ。俺は強いて敵対心をむき出しにして答えた。そうでもしないと強されそうな威圧感を漂わせていたからだ。うんうん。あなたが噂になってる黒コートの男さんですか？博士、すごい聞くね。明らかに不審な相手だっていうのに、博士は単刀直入に質問したんだぜ。オカルトについての事柄に関しては、もしかしたら俺よりも肝が据わっているかもな、あいつは。階段の噂を聞いてやってきたのか。ならばすぐに立ち去れ。なんだと？これは警告だ。二度は言わない。うんうん。いや、いい人ですね、ブラックね。ちゃんと警告してくれてますよ。そう言い捨てると、男は厳しさを返して向こうへと歩いていった。何なんだ、あいつ。もしかして彼が黒コートの男？かもな。あの不審者を見た誰かが、あることないことおひれをつけて噂を広めたんだろう。噂の真相なんて所詮こんなもんさ。もうどうでもいいから帰ろうぜ。そう言って俺が立ち去ろうとしたとき、博士はすでに黒コートの男が歩いていった方へと向かって足を進めていたんだ。博士、気持ち強すぎるぞ。おい、どこ行くんだ？あの人、確かに幽霊じゃなかったけど、なんだかただならぬ雰囲気があった。
それにこの廃工場で行方不明者が出てるっていうのはじいさんだ。ここで何をしているのか突き止めよう。おいおい。博士の底なしの好奇心に呆れながらも俺は後についていった。だが考えてみれば、幽霊なんかより得体の知れない生きた人間の方が危険かもしれない。仮にあの黒コートがオカルトでも何でもない本当の血肉の体を持った殺人犯か何かだったら、博士を一人で行かせるのはまずいからな。うんうん、翔也くん、いい人ですね。随分とこうちゃんと大切に思ってますよ。おかしいな。確かにこの辺に入ったと思うんだけど、廃工場の内部は入り組んでいて、まるで迷路みたいだった。さっきまで透明に見えていた黒コートの後ろ姿も、何度か通路の曲がり方を曲がったら見えなくなっていた。なあ帰ろうぜ。本当にヤバいやつだったら俺たちの手には負えねえよ。そうだね。でも少しだけこの場所を少し調べてからにしよう。すげえな。すげえな博士。めっちゃ博士お前。やる気満々だなおい。隠し通路でもあるってのか。まったく。ぶつくさ言いながらも、俺は博士と手分けして部屋の中を調べることにした。翔也君いいね。だが部屋の隅をくまなく見てみたところで、あるのは埃やガラクタばかり。何にもなさそうだ。博士、そっちはどうだ。背中越しに尋ねてみた。その時、うわぁ、何の音、何の音今の。背後から耳をつんざくような博士の悲鳴が響いた。反射的に振り返った俺の目に映ったものは、うわ、血だ。真っ赤な血が床にこぼれ落ちている。そして次に博士が蜘蛛の表情を浮かべて肩の傷を押さえているのが見えた。怪我した。さらに博士の向こうにいたのは、おっと、また違う雰囲気だぞ。くく、やはり人を切るのは楽しいな。こんな遊び、死んでも止められ、やめられるものか。なんだこいつ。目の前の光景に思考が停止する。黒いコートを身にまとい、銀色に光るナイフを携えた異様な人間。黒いコートだ。いや、断じて人間などじゃない。そのコートの内側からは、死体の肉がこぼれ落ちるように覗いている。本来人間の体があるべき場所が、おそましい肉塊と化していた。ん？死体が合体しまくってこいつになってんの？瞬時に理解したよ。これは本物だってな。いくらオカルトを否定 していたって、目の前に つけられちゃどうしようもない。本物の悪霊、殺人犯の亡霊、さっき出会った怪しい男じゃない。黒コートの男とはこいつのことなんだ。翔也、逃げるんだ。僕はいいから。博士、男かよ。凍りついた俺の思考を一気に砕いたのは博士のそんな声だった。血を流し、息も絶え絶えだったが、博士はまだ生きている。そう思った瞬間、体が勝手に動いていた。バカ言うな。博士を置いて逃げられるかよ。俺は博士と悪霊の間に割って入り、腕を広げて立つとなった。翔也、なんてバカなことを。その通り。愚かと評するほかないな。真っ先に殺されに来るとは。おい、さっきの声忘れちゃった。もっとも、どちらが先に死ぬかという違いでしかないがな。悪霊はゆらりと銀色のナイフをきらめかせた。かな？その切っ先がまっすぐ俺の首元へと向かう。さあ、恐怖を食わせろ！絶叫と共に迫る刃を俺はまともに見ることができなかった。必死にまぶたを閉じ、次の瞬間に訪れるであろう痛みを覚悟する。だけど、いつまで経っても痛みはやってこなかった。傷一つついていない。血も流れてない。ってことは死に思いながら、俺は恐る恐る目を開けた。そこには、ああ、俺の前に立っていたのは、ブラック。残念ながら食事はお預けだ。だが安心しろ。これからたっぷり味わうことになるんだから。お前自身の恐怖をな。かっこいいんだよ、いちいち。もう一人の黒コート。さっき出会った男は、あろうことか指先だけでナイフを止めていた。やば。何者だ、貴様。我がナイフを止められる者など、強い霊力を持った人間以外ありえない。答えの出ている質問を人に尋ねるんだよ。そういうことだって。俺はしがない霊能者。霊能者ブラック。と呼びたければそう呼べ。くくく、そうか、霊能者か。ならばごちそうだな。感謝するぞ。前菜だけでなく、メインディッシュまでのこのこ来てくれると。まあ、霊力いっぱいあるからってこと？さあ、我に上質な恐怖を捧げよ。悪霊は刃を縦横に振り回し、凄まじい不圧を伴って黒コートの男へと迫った。まず、避けろ。
あんなものに直撃されたらどんなやつだろうとミンチになっちまう。俺はまず黒コートの男の背中に向かって叫んでいた。叫る？それはできないそうだな。俺が避けたらお前たちが死んでしまうだろう。かっこいい。いい男。黒コートの男、いやブラックが避けるどころか歯の嵐へと真正面から突っ込んだ。そう、ついさっき出会ったばっかりの名前も知らない俺たちを守るために。そして目まぐるしい攻撃の中をかいくぐり、悪霊の胴体へと強烈な拳を叩き込んだんだ。この姿のまま？ぐわっ、バカな飛ばされ、壁に激突した悪霊は呪文の叫びを上げながら肉塊の体をのたうち回していた。のたうたせていた。かっこいい、かっこいい。あ、いやバトルもんだね。単なるパンチじゃない。きっとその拳には悪霊を払う何らかのパワーが込められていたに違いない。今の一撃で臭なかったのは質問したいことがあるから。お、今ので殺せたんだぜ本当は。クールだなおい。コツコツと足音を響かせながらゆっくりとブラックが近づいていく。その内臓が縮み上がりそうなほど冷然とした姿、まさに処刑人のようだったぜ。自然発生したチンケな亡霊ごときではこれほどの霊力を持てるはずがない。お前に力を分け与え、眷属と化した霊能力者、すなわちネクロマンサーがいるはずだ。はいはい、ネクロマンサー出るんだ。答えろ、お前が契約したのは誰だ。くなめるのもいい加減にしろ。生きた人間ごときが。おっと、不気味な闇が奴を覆ったと思った次の瞬間、奴の姿は異様な変形を遂げていた。女の子だね。私は亡霊として第二の生を歩む。生きた血肉を切り刻み、憂鬱の限りを尽くすのだ。やはりまたこいつも憂鬱部。邪魔をするなら、お前から殺す。先ほどとは全くレベルの違うやつか。その腕の刃も圧倒的な威力を秘めているのが肌で分かった。な、迫り来る悪霊を前にしても、ブラックは涼しげな態度を毛ほども崩さず。変身するからね。それが奥の手。つまりそこが見えたな。ならば礼に、こちらも切り札を開帳しよう。おっと、恋しくば訪ね来てみよう。泉なる篠田の森の恨み、クズの葉。いや、クズの葉。トランス。金色クズの葉キツネ。また、同じやつ？おお、はい。ああ、かっけえなー。お腹に口開いてる。驚いたぜ。目の前で起きている光景が自分で信じられなかった。強い力の鼓動が空気を揺るがしたと思った次の瞬間には、ブラックもまた異様な姿へと変化していた。まるで人型のキツネのような異様な佇まい。みんな印象一緒ですね。だが不思議と恐るしかない。ところが神々しささえ感じるほどだった。トランスだと？バカな。あの方と同じ。あの方もトランスだと？ほう。お前の契約者はトランスを使えるレベルというわけか。これで情報が一つ手に入ったな。黙れ！あ、言っちゃったね。確かに情報漏らしちゃってるよ。鬼舞辻無惨だったらもうね、名前出したら殺されますから。狂乱の叫びとともに悪霊は巨人を振り上げた。放たれた斬撃は一閃。しかし悪霊は未だに刃を振り下ろしてはいなかった。つまりその攻撃を放ったのはガッハー。え、中身骸骨？女の体してね。なんか気のせいか。聖者は聖者、死者は死者、己の行くべきところに行くがいいの決め台詞。真っ二つに断ち切られた悪霊は跡形もなく爆発飛散した。そして空間に満ちていた不気味な気配がまるで夢から覚めたように無償していたんだ。いえ、消えたのは気配だけじゃなく、あれ見れば確かにざっくりと消えていたはずの博士の肩が何事もなかったかのように治っていたんだ。怪我も治るの？そう、最初からあんな傷なんてなかったかのように。悪霊による傷だ。じゃあ霊障による傷だ。悪霊本体と合わせはその影響も全て消える。そういうもんなんだ。もっとも死んでいなければの話だがな。それだけ告げるとブラックは歩き去っていく。おい待てよ、あんた何者なんだ。もちろん後追いかけたさ。そしてその背中へと疑問を投げかけた。だがブラックは一瞬たりとも振り返らず、ゆっくりと足を進めながら言った。聞いただろ、俺はブラック、ただのしがない霊能者だ。おしがない、しがないさん。
これが俺の体験した全てだ。正解というもの、廃工場で行方不明者が出ることはなくなった。博士は今回の件に懲りるどころか、ますますオカルト研究に張り切るようになっちまった。まったくしょうがない奴だぜ。いや、でも翔也くんいい性格し、ね、かっこいい性格してるね。友達思い。ブラック、あの男が結局何者かが分からずじまいだよ。ただ言えるのは、少なくとも悪い奴じゃなさそうってことだ。だってさ、あんな風に見ず知らずの他人のために戦える奴が悪い奴なんて、俺にはとても思えねえよ。これで俺の話は終わり。じゃあ最後の一人ですよ。あかりちゃんも。幽霊電車。あ、ま、ねえ。なんだっけ、電車トラウマって言ってましたもんね。私の話はね、正直聞いても信じてもらえるかどうかわかんないけど。いやー、プレイヤーとしてはね、もう二人の話聞いてるから全然もう、てか俺がもともと信じるタイプだからな。どうしてって？だって、そのくらい不思議な話なんだよ。私自身、今でも半信半疑なぐらいなんだからさ。もしかしたら、夢でも見てたんじゃないかって思うんだ。でも、とにかく話すよ。あれは学校の帰りだった。その日、部活の大会が近くてさ。遅くまで一人で体育館でシュート練習して、下校が遅くなったんだ。バスケかな？ああ、だね。あ、ちなみに私バスケ部なんだ。自慢じゃないけど、チームのエースでシュートとか結構うまいんだよ。ま、この話はとは全然関係ないんだけどさ。それで帰り道はすっかり暗くなってたんだよ。お腹もペコペコだったし、早く帰って晩ご飯が食べたかったな。タナコちゃんじゃん。だけど、そこで一人の女の子と出会ったんだ。どうしよう。何やら紙のメモを片手に持ちながら、しきりに首をひねってたよ。見るからに困っている様子だった。さっきハナコちゃん出てこなかったな。どうしたの？もしかして迷子とか？私そういうの見るとほっとけない性格でさ。いいね。声かける。おせっかいかと思うけど、つい声かけちゃったんだよね。総月駅っていう駅を探してるの。お姉ちゃんどこか知らない？総月駅？なんだ。それなら私も今から行くところだよ。ついてきなよ。ほんと？わーい、お姉ちゃんありがとう。かわいいな。花子ちゃんかわいいな。私はあかり。あんたは？花子って言うんだよ。よろしくね。ずいぶん古風な名前だなって思ったよ。でも逆に最近はそういう名前がトレンドなのかな？よくわかんないけど。ともあれ、花子を連れて私は駅のホームに行ったんだ。ありがとう、あかりお姉ちゃん。おかげで間に合ったよ。どういたしまして。ちなみにどの電車に乗るの？質問すると、花子は持っていたメモを眺めたんだ。9時9分発の、あやつホーム駅電車だね。なんだ、私と同じじゃん。一緒に乗っていこうよ。全部一緒か。え？やばい電車。その時、今まで明るかった花子の顔に陰りが差したんだ。ん？どうしたの？花子。その電車には乗らない方がいいと思うな。どうして？聞いたことない？電車の幽霊の話。ああ、なんかクラスで誰か噂してんだな。蒼月駅から綾津方面、午後9時9分発の電車に乗ってはならない。幽霊が乗っているから。特に若い女性がその電車に乗れば神隠しに遭い、行方不明になってしまう。そんな荒唐無稽な噂だった。そうだよ。だからお姉ちゃんも乗ったら神隠しされちゃうかも。その時、ちょうどホームに電車が到着したところだった。何言ってんの？そういうあんたもこの電車に乗るんでしょ？じゃあなおさら一人にしておけないじゃん。まあ、そうだよね。あ、私はまだ不安そうな花子の手を引いて電車に乗ったよ。きっと子供だから階段が怖くて仕方ないんだろうな。そう思って大人の私が勇気づけてあげようとしたんだ。まあまだ高校生だけど。ね、いや、いいね、ちゃんとね。でもさ、やべえ雰囲気。電車に乗った途端、異様な寒気を感じたんだ。笑い声が溢れてるよ。すごい笑い声が溢れてる電車だ。いつも乗っている電車とはまるで違う。車両の中、私たち以外乗客はいないのに、誰かに見られているような不吉な気配がする。一瞬、花子を連れて降りようかと迷ったよ。だけどその時にはすでに背後でドアが閉まっていたんだ。大丈夫？お姉ちゃん。不安が顔に出てたんだよ。花子は心配そうに私に尋ねた。はは、心配無用だよ。ちょっとバスケの練習で疲れただけ。無理しなくていいよ。感じるんだよね、何かがいること。え？まるで心を見透かすかのようなその言葉に、私はまあゾクリとした。ただの迷子だと思ってた花子は、急に得体の知れない存在に思えたよ。電車に現れる幽霊、それってもしかして、花子ちゃんかと思っちゃう？そんな不気味な想像が脳裏をよぎったとき、不意に車両の向こうで物音がしたんだ。ひ、
なんだ。ごめんね、巻き込んじゃったみたい。これは私の失態だよ。でも心配しないで、お姉ちゃんは私が絶対に守るから。花子、あんた何よ。言ってるんだと疑問を発することはできなかった。その前に信じられない変化が車両の中に起こったから。どうなる。あははは、いいわ、こんなに可愛らしい女の子が二人も。女系ですね。私は美しいものが見にくく歪むところが大好きなの。見たい見たいわ、あんたたちの顔が恐怖で歪むところが。あははは。現れたのは不気味な姿をした人型の何か。全身から血の匂いを発しながら、耳障りなほど甲高い声で交渉を響かせている。あ、この赤いの血なんだ。なんなんだこいつ。悪霊だよ。こいつが電車の神隠しの元凶みたいだね。ん？なんだかそっちの小さい子、ちょっとだけ事情通みたいね。それに、生きた人間とはちょっと違う香り。もしかして、まがいものかしら？だったらどうするの？決まってるわ。増加に興味はないの。さあ、せいぜい美しく散りなさい。悪霊が手に持つ扇を振るった瞬間、無数の赤いエネルギー弾が放たれた。それがまるで弾丸かのようなスピードで、花子へと迫る。やばい、花子。私は泣けなしの勇気を振り絞って、花子の体を後ろから抱きしめた。こんな狭い車両内で避けられるわけないけど、せめて盾になろうと思ったんだ。だけどパニック状態の私と違って、花子は少しも動じていない様子だ。優しいね、あかりお姉ちゃん。でも大丈夫、私に任せて。守護結界展開。はい、最初に出てきた結界だ。エネルギー弾が命中する寸前、花子が手で何かの印を結んだかと思うと、急に私たちの眼前に光の塊が現れたんだ。信じがたいことに、それはすかさながら防壁のように攻撃を防いでいたんだよ。あら、結界使いということはあなた陰陽師？いえ、それとも式神かしら。つまりあの方の敵ね。ますます見逃すわけにはいかないわ。あの方ですね。悪霊は先ほどよりも大量のエネルギー弾を発生させ、一斉にこちらへと打ち出したんだ。まるで機銃掃射だ。花子が展開するバリア的な何かを衝突するために凄まじい爆発と振動が電車内を揺れ出した。くぅ、息もつかせぬ犠牲に花子は徐々に押され始めている。私は必死に背後の連結を開けようとしたが、見えない力でビクとも動かない。やっぱり花子ちゃんでもね、出力には限界がある。所詮は式神、術者である陰陽師ならともかく、あの方から力をいただいた私の敵ではないわ。さあ聞かせなさい、恐怖の叫びを。悪霊はパワーを集中し、今までよりもはるかに巨大なエネルギー弾を作り出した。だけどその瞬間、よし、術式準備完了。あら、召喚神展開、来てブラック。苦しんでいたのはそれじゃないんだ。色が違くない？一緒？その時、花子の前に守護結界とは別の陣が出現したんだ。それは凄まじい光を放って直視できないほどだった。かろうじて見えたのは、視界の中から人間大の何かが飛び出したことだけ。そして、おーい。一陣の旋風が電車内に吹いたかと思えば、悪霊は瞬きのうちに切り刻まれていたんだ。がー、こんなバカな。式神を転用した空間転移、こんなゲート波の陰陽師にできるはずが。ねえねえ、式神が空間転移っていう陣を作るってすごくない？詳しくないけど。陰陽師、その呼び方は古臭くて好きじゃないな。俺の名はブラック、ただのしがない霊能者だ。突如現れた狐の怪人はそう言って腕の刃を振り上げた。とどめの一撃が振るわれた刹那、悪霊の体は跡形もなく爆発飛散したんだ。そしていか領域消失確認。うわ、これで電車の悪霊は片付いたね。あ、ごめん、女の子のことだった。ごめん、花子ちゃんだった。廃工場の悪霊も切る前に始末しておいた。残るは神社だけだな。神社最後だったんだ。一気に畳みかけるぞ。今夜のうちに除霊しよう。うん、それじゃあ行こうか。ちょっと待って、あんたたち一体何者？ブラックとか名乗ってた狐姿の怪人はいつの間にか黒コートの人間になってるし、花子も花子で先ほどの主導が日常茶飯事のように普通に会話している。私の理解力では何が起きているのかまるでわからない。だからとにかく説明してほしかったけど、俺はただのしがない霊能者だ。それ以上でも以下でもない。
私はブラックの作った式神、つまりあの悪霊の言った通りまがいものなんだ。そういった時の花子の顔はどこか悲しそうだった。花子ちゃん、相変わらず意味不明だったけど、私はその表情に息を呑んだ。そして電車は何事もなかったかのように次の駅へと停車した。じゃあさようなら、あかりお姉ちゃん。そう言ってブラックと花子は電車から降りていこうとした。だけどその寂しそうな背中に私はいても立ってもいられなかった。あ、花子待って。まがやまの中なんだか意味不明だけどさ、あんたが私を守ってくれたってことだけは本当だから。だからさようならじゃなくてまた会おう。あかりちゃんすごくいい、すごくいい。友達になりたい。うん、また会おうね、あかりお姉ちゃん。花子は最後に照れくさそうに笑って電車から降りて行った。それから2人がどこに行ったのかはわからない。でも私の予想ではまた別の悪霊を倒しに行ったんじゃないかって思うんだ。きっとあの2人はあんな風にもあちこちで悪霊を戦ってきた悪霊バスターなんだよ。だってあんなに強いんだから。悪霊バスターもね。ちなみに最後に花子に言ったことは本心だよ。またいつかどこかで会ってお礼を言いたいんだ。今度はあんな怖い戦いじゃなくてさ、こういうファミレスに平和にパフェでも食べたいな。もちろん私のおごりだ。そんなわけで私の話はこれで終わり。信じるか信じないかはお任せするよ。3人とも黒コートの男に助けてもらってますね。ああ、体伸ばしました。3人の体験談を聞き終わった後は、私はあまりの衝撃に絶句していた。霊能者と悪霊が現れて狐姿の怪人に変身し、目の前で激闘を繰り広げた。どの話もあまりに荒唐無稽で信じがたい。仮に幽霊の実在を信じる人でも、これをそのまま鵜呑みにしろという方が無理があるだろう。しかし3人は示し合わせて嘘を言っているような様子はない。その顔には自分たちを助けてくれた黒コートの男、霊能者ブラックへの感謝が満ちている。もしかしたら本当に黒コートの男は実在するかもしれない。そんな思いがあったもすぎるけどよぎるけど、ダメだ、そんなことが現実なんて認められない。認めればこのように常識の及ばない暗闇があることを認めることになる。主人公トラウマですね、えいみちゃん。怪異や幽霊が本当に実在するなんて、そんなの嘘いすぎて。おっと?ゾクリと背筋を冷たいものが昇っていく。店内の気温が急激に下がったような違和感。しかもどうやらその気配を感じているのは私だけではないらしく。何これ?この感じ、悪霊が出た時と同じ?みんな見て!赤井さんが指差した先を見て、私は絶句した。昼食時でもあれほど賑やかだった店内が、今私たち以外誰もいない。客も店員も誰一人。結界張られた?何かがおかしい。不可思議な事態が進行している。だけどそれが一体何なのかわからない。ただ呆然とあたりを見回した時、雑魚キャラみたい。ひゃはは、恐怖を食わせろ。突如として虚空から異形の者たちが現れた。まさかこれが来るよ。本当のお化けが実在したという。なんだこの女、ビビってやがるぜ。極上の恐怖だ。たまらねえ。うまそうだ。いただきまーす。いや。たやすく常識をねじ伏せる光景を目の前にして、私の心は恐怖で苦しそうになった。今にも正気をしない、絶叫しそうになったその時。うせろ、ザコども。来たよ、ブラック!かっこいい!黒コートの男が乱入したかと思えば、その拳が瞬く間もなく悪霊たちを一掃した。今の悲鳴で喉やった。もう大丈夫、私たちが来たからには安心だよ。じゃあふわふわふわーっと守護結界展開。花子ちゃん可愛いな。さらに黒衣の少女が降り立って私たちの周囲へと光の陣を展開した。私は彼らの姿を直接見たことはない。ただ3人の話を聞いただけ。それでも一目見ただけで確信した。そう、彼らこそが。ブラックさん、花子、霊能者と式神、ブラックと花子が現実の存在として私の前に現れた。ブラックの姿を見た途端、3人の語り部は気色を浮かべて彼らに駆け寄ろうとした。だけど結界から動くな、こいつらは前座だ、真打ちはまだ残っている。そう言ってブラックは店内の一つ見えと顔を向けた。そこに立っていたのは、素晴らしい。この令和の世にも君のような陰陽師が残っていたとは。先生じゃん。私の眷属たちが破れるわけだ。いやはや、久しぶりに血が騒ぐよ。
見慣れたスーツ、聞き慣れた声、その姿を誰かと見間違うはずもない。芦屋教授、一体どうしてここに。それにいつも大学で会う時とはまるで雰囲気が違う。得体の知れない不気味さがその全身から漂っていた。すまないね、篠村恵美くん、君を釣り絵にさせてもらったんだ。そこのブラック君は優しいから、せっかく助けた人間たちを一度に集め、皆殺しにされそうになったら飛び出してくると踏んだのさ。罠、罠を仕掛けてやがったこいつ。何を言ってるんですか、芦屋先生。常識が崩れていく、日常が壊れていく、必死に守っていた私の心が怪異という荷物に侵食されていく。ダメ、もうこれ以上狂った出来事を起こさないで。だけどそんな私の願いも虚しく、狂った現実は目の前で進行していく。平安時代、京の都に一人の陰陽師がいた。その男は安倍の生命とも並び称される優れた術師だった。一人だけ頭に浮かんでるよ。しかしその男は野望に負けた。生命の必死を盗み読み、禁忌の術を行ったんだ。他人の恐怖を喰らい、そのエネルギーを無限の命へと変える不老不死の術、生きながらして己を悪霊へと変える芸法。その陰陽師の名は道魔法師、そしてまたの名を芦屋道満。あ、芦屋教授の芦屋ってそれなんだ。へえ。芦屋道満、ドゥマンですね。もう違う方しか思い浮かばねえよ。ご名とブラック君に A プラスの評定をあげよう。全然ね、最初の雰囲気からもう全然話変わってる。面白すぎるな。くく、なんてな。大学教授としての振る舞い方もなかなか板についてるだろう。その言葉を言い終わるような隙にブラックの拳が放たれていた。しかしその拳を真正面から迎え撃つように芦屋教授もまたパンチを放つ。二つの拳は空中で激突し、空気を震わす爆音と衝撃を辺りに撒き散らした。すげえな、物理系霊能力者だ。無作法だな。先生が話しているときは聞くものだと教わらなかったか。貴様が犠牲にした人々の命、今ここで償わせてやる。地獄に落ちるがいい。ならば出し惜しみはその前、私の本気で迎え撃とう。変身するのか。空気が張り詰めていく。二人はまっすぐに向かい合い、敵意に満ちた視線を交差させる。そして二人の周囲を見えない力の数、クズが巻き始めた。トランス、金色、クズの葉キツネ。トランス、地獄道、アッキーラセツ。いや、かっこいいな、おい。ブラックの体は瞬時にして金色のキツネと変化していた。まさに先ほどの階段で聞いた通り、その姿は見ているだけで圧倒されるほどのパワーと、しかし目が離せない勇ましさに満ちている。いや、芦屋教授はキモい。ブラックとは対照的だ。どこまでもまがまがしく、暴力という、荒々しく暴力という概念を具現化したようなおぞましい肉体、まさに地獄を闊歩する悪鬼のようだった。悪鬼羅刹。おう、クズの葉キツネ、君は安倍の生命の子孫だったか。ああ、なるほどね。ならば因縁の対決というわけだ。我が公敵師の子孫、その実力どれほどのものか見せてもらおう。言われずともそうするさ。おお、芦屋道満対安倍の生命の子孫、盛り上がるね。激しい攻撃の応酬が眼前で繰り広げられる。爪と刃がぶつかり合い、その度に火花が散る。速さではブラックの方がわずかに勝っているものの、力では芦屋教授の方が圧倒的だ。ブラックが回避するたび、破壊された瓦礫が宙へと舞う。一見して戦況は膠着状態。おそらく攻撃さえ当てれば戦いの天井、天秤は傾くだろうが、どちらもほぼ互角の強さで決定打に欠けている。しかし、そんなものか、ギョーザメだぞ、この程度とは。どうしよう、芦屋教授は先方を変えた。一気に飛び抜いて距離を放ったかと思うと、凄まじい雷撃を繰り出したのだった。この技は神社の。何を驚く、あの悪霊どもに力を与えたのはネクロマンサーあたる私なのだぞ。やつらの技がある次第私に使えない道理がなかろう。ほら、こんな風に。あ、全部出してる。放たれたのは無数のエネルギーだ。さらにそこから一気に距離を詰めての連続斬撃。間違いない。それはどれも先ほどの階段に出てきた悪霊たちの攻撃方法だった。くっ。千変万化の技が操す波状攻撃に、ブラックは回避で精一杯だ。こちらから攻撃する隙を奪われ、もはや防戦一方と言っていい。そんな、ブラックさん。嘘だろ、あのブラックが押されてる。やばいよ、これ、ブラックしっかり。結界の中のみんなに動揺が広がっていく。それとともに、私はある変化に気がついた。恐怖はここ、ああ、怖がってるから全部ダメ。相手に行くんだ。
もっと恐れろ、そして我に力を。足は教授の攻撃はさらに激しさ増していく。その様はもはや怪物、いや一個の災害と呼んでも過言ではないだろう。もう喉が痛い、ずっと喋ってる。まさか私たちの恐怖を捨てパワーアップしている。みんな、絶望が広がり始めた。その時、花子が結界なのを私たちに叫んだ。お願い、恐怖になんか負けないで。あの状態のブラックは霊体、つまり人の思念がエネルギーになる。そして人の思いは恐怖だけじゃない、希望を持ってブラックを信じてあげて。希望なんですね。絶望の反対は希望ですよ。花子の真剣な眼差しにみんなは息を呑む。でもこんな状況で希望なんて言われても。なんだ、簡単な話じゃないか。要はブラックを応援すればいいんだろ。そうだよ、アニメで見たことあるよ。私たちの思いがブラックさんに力を与えるんだね。オッケー、そういうことなら楽勝じゃん。語り部たち3人の顔からはすでに恐怖が消え去っていた。お、 BGM やべえ。その代わりに希望に満ちた目でブラックの背中を見つめる。ブラック、負けるな。ブラックさん、勝って。いけブラック。うわ、嘘、本当に。みんなが応援するとブラックのパワーもスピードも格段に上昇した。だけどそれでもまだ互角というところ、勝利にはまだ一歩足りない。お願いお姉ちゃん、初めて会う人にこんなこと頼むのは難しいかもしれないけど、ブラックのこと応援してあげて。花子の言葉に私は心を揺さぶられる。正直今でもこの光景が信じられない。白昼でも無でも見ているんじゃないかと疑っている。ついに今ブラックを応援したら本当にオカルトの存在を認めることになってしまう。主人公の葛藤もあるよね。自分が見たものを、その子供の時のトラウマを本物だと認めることになるっていう。だけど、ああだけど私は知ってる。彼らが人々を守るために戦い続けてきたことを。それに、たとえオカルトは信じられなくても私たちを守るために命を懸けるその姿、信じないわけにはいかない。頑張れブラック。瞬間、凄まじい光がブラックを包んだ。そして現れたのは、うわかっこいい、かっこいい、キュービだ。待って、めっちゃかっこいいんだけど。全身が光り輝き、凄まじいパワーに満ち溢れた新たな姿だった。そこにいるだけで空気が震えるような存在感。一目見ただけでわかる。先ほどとはエネルギーの桁が違う。なんだこれは。さあ最終ラウンドだ。行くぞ、アッシアドーマン。ぐわっ、完全に形勢逆転。ブラックの猛攻にアッシア教授は防御と回避しか選択できない。その刃が旋風のごとく震われネクロマンサーへと迫っていく。これがアーベの生命の血筋か。このドーマン、見くびったわ。違うな、お前が負けるのは俺という一人の人間じゃない。ほら、よく耳を澄ますがいい。聞こえるはずだ。あんたに助けてもらった時、悔しいけどかっこいいと思ったぜ。ありがとうブラックさん、私とカナを助けてくれて感謝してるよ、ものすごく。だから負けるな。とにかく頑張れ。俺を信じるみんなの思い、人の心が持つ希望という力、それが貴様の恐怖に打ち勝ったんだ。なるほど、希望ときたか。青臭くて仕方ないが、私もいつの間にやら年を取ったものだ。不覚にも眩しいぞ、年寄りだ。なあさらばだ、お前の行くべきところに行くがいい。最後の一撃が狂われ、強烈な閃光があたりに満ちた。これで終わったと思うなよ。私は何度でも地獄の底から蝕い、人間どもの恐怖を貪ってやろう。好きにするがいい。その度に人間の希望がお前を打ち砕くだろう。言うじゃないか若造が。楽しみにしておくぞ。光が全てを包み、そしてあれ、目を覚ますと私はファミレスのテーブルに突っ伏していた。夢を見ていたのかと思ったけど、そうじゃないな。すぐに上がった。終わったの？どっちが勝ったんだ？強い光が広がって、それで見ればみんなもふらつきながら起きようとしているところだった。確か誰かの階段で異界領域と言っていたか。先ほどまで私たちがいたのは悪霊の作り出す空間で、そこから現実へと戻ってきたのかもしれない。でもそうなるとブラックたちはどこに。あ、すでに暗くなっていた天外、そこへと視線をやると、先ほど見た黒コートが一瞬だけ目に映った。待って。すぐにファミレスを飛び出した私は、立ち去ろうとしていく二人の後ろ姿に叫んだ。二人はそれに足を止める。聞きたいことは山ほどある。頭の中は疑問だらけで弾切れそうだ。だけど100の質問よりもはるかに言いたい言葉が一つだけあった。ありがとう。
霊には及ばない。俺は霊能者、悪霊から人々を守るのが使命だ。それだけ言うとブラックは歩き去っていく。だけど花子は逆に近づいてきて、つまりどういたしましてってことだよ。全く素直じゃないんだから。かわいい。じゃあねお姉ちゃん、縁があったらまた会おうね。そう言って花子もブラックの方へとバタバタとかけていった。二人の後ろ姿を私はただ見送っていた。それからの毎日はバタバタとして大変だった。民族学ゼミの芦屋教授は行方不明と扱いになったし、論文だってどうやってまとめたものやら。だけどいいこともあった。例えばあの時の語り部たちとはなんだかんだ仲良くなって今も連絡を取り合っていること、そして夜になっても幽霊の悪夢を見なくなったこと。だって仮にこの世にお化けがいるのだとしても怖くないから。暗闇の中で人々のために戦い続ける二人のことを私はもう知っているから。だから今日も私は穏やかに眠ることができるのだった。食わせろ、恐怖を食わせろ。うわ、こんなところに野良悪霊がいるよ。どうするブラック、さっきの戦い疲れてるだろうし私がやろうか。いいや、俺が始末する。今日はまだ力が有り余っているからな。なんだか気分良さそうだね。みんなに応援されたのがそんなに嬉しかった。さあな、ほんと素直じゃないんだから。トランス、金色靴の狐。おお、エンディングですかこれで。うわうわ、面白かった。なんかやばいな。なんか思ってた話とさ全然違くなかった。みんなあのタイトルの感じ、おどろおどろしい怪談が始まるのかなと思ったら全然違うヒーローものでしたよ。いや面白かったな。面白かったな。この作者さん他にもなんかいろんなゲーム作ってないかな。この人の雰囲気好きかもしれん。いやーいいわいいわ。いやなんかいいわしか出てこないな今のところ。いや面白い、面白かった、最高でしたよ。いやーこれ、ね、こういうゲームもね、いやフリーゲームってすごいよね。こういうゲームが無料でできるんだぜ。みんなちゃんとね概要欄にこれ URL 貼っておきますんで、いやもうぜひプレイしてみてください皆さん。おすすめすぎる、おすすめすぐる本当に。いやこれいいわね。もうずっと喋ってたからさちょっと喉やられてんだけど、いやいいですねバニラモナカさん。いやーよかった、エンド。いやー面白かった、かっこよかったな。あーブラックと花子だ、悪霊探。はい、ということでですね、もうスパッとおります。このチャン、この動画が面白かったと思う方高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね。